クロスバンド、の割り方ね。で、ベース両襟作って取って、相手の袖をできれば取りたいね。相手の相手があの足すくってきたら、両手だ、両手使えたら面倒なんで、相手バントしたら困るんで、自分の右手の下に入れてしまうことが僕は多いですね。ここからここでまずつま先立てて、でこう結構目いっぱい手の上に両手の上に体重かけます。すると足が軽くなるんで、頭を右に傾けて左足をもっと軽くしたら、左足も肩の真横ぐらいに出ます。これですぐ 足上げます。でちょっと立ちやすいように引き戻したら、右足はもうその場で上げるぐらいの感じです。だから立った時ちょっとこう横向いたぐらい、横向いちゃってね、ひわき空いてると重くなったら食らうんで、しっかり肘を腰に当ててしまうね。あの相手が大したことなければ、右手で膝をしていけば割れて、なんちゃって。でも相手が大したことあるとこんなんで切れないんで、そういう時はあの両手で相手の鼠径部握って押しながら自分の腰を後ろに引いて、これで切る。ドスンと落とすとバスターになるから、落とすけど、あとは落ちる、落ちるように。で、あのここで本当はここで目いっぱい持ち上げる。持ち上げると相手の体重が足にかかってきついですね。で、バカみたいに引きつけると相手がこう脇抱かれると、ここから立って外掛けかけてきたらまずデクランされちゃうんで、そうされないように、よ自分の両手をここにガチッと使い棒みたいに入れてしまうと、これもう抱きつけないので、僕はこうしてますね。もし相手が重くて持ち上げれなくて、相手がブリッジを知っていると、こうしてると、あの相手は体重で首や肩で体重を支えるから、これはあんまり押しても効きませんね。そういう場合はなぜかここに手を入れてあげると結構切れます。そういう風にして僕は切ることが多いです。ありがとう。